はい、こんにちは、116ウィンズです。コンフはすでに山本由伸選手、松井裕樹選手の2人が NPB からのメジャー挑戦を叶えていますが、ベイスターズからポスティングでメジャー移籍を目指していた先発投手今永翔太選手もカブスと4年総額5300万ドルの契約に合意したと報道が出ましたね。今永選手とカブスとの契約については昨日基本合意に至ったと現地で報道が出て、で今日もう少し契約の詳細も明らかになってきました。契約の設計は少し複雑で4年契約であるんですが、 G アスレチックの記事など読む限り、契約2年目の2025年および3年目の2026年終了時に契約を延長するかどうかの選択肢がまずカブスに与えられ、そのどちらかが破棄されるようであれば今度は今永選手が契約を続行するか FA となるかを選べるような設計だとはされています。おそらくですが、それで仮にカブスが2年目ないし3年目に契約破棄を選んだとしても、今永選手自身の選択により最低でも4年総額5300万ドルもらうことはでき、逆にカブスが契約を続けたいとなれば契約は最大で5年総額8000万ドル規模にもなるとのことです。2018年オフに菊池雄星選手がマリナーズと結んだ契約とイメージとしては近いのかなと思っています。カブスに移籍したことで鈴木誠也選手とチームメイトということにもなりまして、日本からの注目も高まりそうですが、今回はこのカブスと今永選手の契約を中心にお話ししようかなと思っています。今永選手といえば2016年以降ベイスターズのエース格としてずっと活躍してきた左ピッチャーで、 NPB 通算8シーズン165試合に登板して防御率 3.18、 2018年だけはどうにもならないシーズンでしたが、それ以外は基本的に防御率3点台前後と安定していて、2022年にはリーグ3位となる防御率 2.26 と圧巻の成績を残したこともあります。昨年2023年の今永選手は22試合に先発し防御率 2.80、 リーグトップとなる174奪三振も記録。特に素晴らしいのが、対戦した全打者に占める奪三振の割合が 29.2% と 30% に近い水準であるのに対し、要四球の割合がわずかに 4% と、三振を奪う支配力を持ちながらもコントロールの面でも計算できる点、 MLB の先発市場でも注目されていた選手の一人です。投げる哲学者の異名を持つなどユニークなキャラクターもまた魅力の選手で、いわゆる今永語録は非常に有名ですが、個人的にはベイスターズ桑原選手の声出しファイヤー股関節をクソ真面目に解説する今永選手が好きですね。でそんな今永選手ですが、メジャー行くにあたって話題となったのはやはり昨年3月に行われた WBC でのトラッキングデータですよね。 NPB でももちろん各種トラッキングデータを集めているはずなんですが、なかなか我々のような一般人が気軽に見ることはできず、そんな中 WBC の各試合のトラッキングデータはベースボールサバントで公開されていまして、NPB の選手たちのデータを見る貴重な機会だったわけですが、特に今永選手のフォーシームのスピン量がえげつなくて話題を呼びました。大会中3試合に登板した今永選手ですが、韓国戦では平均 2581rpm、 イタリア戦では平均 2527rpm、 決勝戦アメリカ戦では平均 2555rpm と、もちろん普段の先発とは違って短めのイニングだったからという側面はあれど、3試合全てで平均2500超えを記録と、昨年の MLB で100球以上投げた左ピッチャーのうち、フォーシームの回転数で平均2500兆を記録した選手は、タナー・スコット、サム・モール、マット・ボイドの3人しかおらず、仮に先発でもこれを維持できるのであれば、メジャーレベルでもかなりの武器になるのではないかとなったわけです。また実際ボールのクオリティ自体も相当良かったとされます。スタッフプラスというリリースポイント、球速、変化量、スピン量などから球質を推定する指標があるんですけれども、 G アスレチックのイノサリスによれば、 WBC に出場したピッチャーのうち1登板あたり平均28球以上投げたピッチャーの中では、今永選手のスタッフプラスが山本由伸選手などを抑えて大会1位だったともされています。もちろん WBC 中のサンプルなので時期的な課題ですとか、そもそものデータ量の課題はありつつも、フォーシームを中心に今永選手が投げるボール自体のクオリティは、先日ドジャースと超大型契約を結んだ山本選手などと比べても遜色はないと。今永選手の球速はおそらくメジャーでは92マイル、93マイルくらいで推移すると思いますので、球速的にはリーグ平均程度にとどまるとは思いますが、例えばフォーシームをもっとストライクゾーンを高めに使ってみるとか、あるいは左のスプリット使いである点も珍しいですけれども、スプリットやスライダーも織り交ぜてゾーンの高低を生かすなど、配球を MLB 用にチューニングしてどう化けるかが本当に楽しみですよね。一方で少し注意したいのは、まあ皆さんもご存知でしょうが、今永選手は割とホームランは打たれる部類の選手ではあること。9イニングあたりで許したホームランの数は NPB 通算で 1.02 本、正直少なくはなく、実際不用意な一発を打たれる印象自体は確かにあります。まあこれはゾーン内で勝負している以上はトレードオフみたいな部分もあり、その分 BB パーセントを抑え込んでいる側面もありますので、必ずしもダメというわけではないんですが、とはいえ気をつけたいところ。カブスの本拠地リグレーフィールドはものすごくホームランが出やすいとまでは言いませんが、ベースボールサバントのデータによれば直近3年間のホームランのパークファクターは MLB11 位ですので、全体で見ればホームランが出やすい部類の球場ではあります。
MLB でも今永選手はゾーン近辺で勝負する投球スタイルを継続すると思いますので、ホームランは引き続きそれなりに許すことになるでしょうが、それが致命傷とならないためにも他で可能な限り無駄なランナーを抱えずにピッチングできるかは成績を残す上でも鍵となってくるかもしれませんね。先ほども触れましたが、配球をアレンジしてより支配力が増せばそれも叶えることはできると思いますので、頑張ってほしいですね。という感じの今永選手に関する話なんですが、ここからはカブスについても話していくと、今永選手が加わったことで今いる先発陣に異なるタイプのピッチャーが加わったのがまず大きいのかなと思っています。マーカス・ストローマンがオプトアウトして FA となったため、カブスの現在のローテーションは昨年大活躍したジャスティン・スティールをトップに、2番手3番手に今永選手とジェームソン・タイオン、それに続いてカイル・ヘンドリクスやジョーダン・ウィックス、トッププロスペクトのベン・ブラウンなど先発候補がいるわけですが、 K% に着目してみるとスティールを除けばそこまで三振が奪えるタイプの選手多くはないんですよね。昨年の MLB 全体の先発投手の K% は平均 22% 程度でしたが、ここに乗せました選手はスティール以外は全員 22% 台以下。カブスの先発陣合計の成績に見ても、昨年の先発陣の K% は 20.3% で、これは MLB24 位に相当する数字です。なのでここに今永選手のように、もちろんメジャーでのパフォーマンスは未知数というリスクはありつつも、日本時代のような活躍ができるなら支配的なピッチャーになり得る素質を持った選手が入ったというのは、ローテーションに違った色を加えるという意味でも良かったのではないのかなと感じています。また昨今の先発投手の高騰ぶりを考えると契約のリスクもそこまで高くはないのかなと思いました。ポスティングフィーを無視すると最大5年総額8000万ドルは年平均1600万ドルで、しかもこの金額は今永選手の活躍を確認した上でカブスが契約を続けたいと判断した場合のマックスの金額ですからね。ちゃんと MLB の先発投手として活躍した上で平均1600万ドルならまあ普通に今の時代バーゲン価格になり得るでしょう。また仮に今永選手が期待通りの活躍でなかったとしても、最速2年で契約から離脱できる可能性も秘めているのもなかなかうまい設計だなと。もちろんカブスが契約を望まなくとも、その場合今永選手に契約の権利が移るとされますので、普通に最長でプラス2年残られる可能性はありながらも、2021年オフにマリナーズがオプションを破棄し、誰もがプレイヤーオプション行使で残留と思っていたら予想外に FA を選択した菊池雄星選手みたいなパターンもありますからね。うまくいっていない契約を早期に終了させる可能性がある点は、カブスのリスクを抑えるとともに、今永選手にとってもそういったケースで新天地を模索する選択肢があるという意味でもお互いにいいのかもしれません。今永選手獲得までほとんど目立った動きがなかったカブスですが、ここからようやく本格的に動き始めるのでしょうか。ここ2年間はブリッジイヤー的な編成で、プロスペクトも集めつつも短期契約を中心にベテラン選手も獲得し、プレーオフ行けたらいいよねというチームで、昨年はそれがうまいこと転がった結果としてシーズン83勝、惜しくもプレーオフ進出は逃しましたが、ズバ抜けて強いチームのいない NL 中地区において、コンフの補強次第でカブスが一気にコンテンダーとなってもおかしくはありません。今永選手獲得だけで終わりとは到底思えず、最低でも1人くらいは FA 市場の大物選手をさらに獲得するのではないかと思っていますが、どうなるでしょうか。私は日本ではベイスターズが好きですし、特に社会人になってからハマスタに行く機会もだいぶ増えまして、今永選手が投げた試合も結構生で見る機会に恵まれましたんで、やっぱり応援してきた選手がメジャーでプレーするのもそうですが、コンテンド機の中心にいたらもっと嬉しいですからね。カブスがここからコンテンダーとなって、でその中で今永選手が期待通り活躍することを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。